株式会社フルキャストは東京都品川区に本社を持つ労働者派遣事業者。フルキャストホールディングスの完全子会社。元はオフィス業務の派遣を主とする企業であるが2008年10月にフルキャストから事業を譲り受けしたため総合派遣業に転換した。1998年7月に事業開始。2008年10月1日株式。 会社フルキャストホールディングスより事業を譲り受けし、株式会社フルキャストに解消。本社をフルキャストホールディングス本社所在地に移転し、従前の本社はオフィスサポート事業部の本部となった。一取引子は、三菱東京 UFJ 銀行渋谷中央支店、三井住友銀行渋谷駅前支店、同工五反田支店としている。 2008年10月10日より、旧フルキャストから引き継いだ部門については、1ヶ月間の業務停止命令が下されている。これは、2007年8月の旧フルキャストの業務、停止命令施行期間中に、新規の派遣業務を行っていたことに対する処置。従前からのフルキャスト者を引き継ぐ部門である、オフィスサポート事業部については、この命令が適用されていないため、 従前通りの業務が行われていた。2010年末から2011年中頃にかけて、社会保険加入者以外を対象とした、給与の日払い制を、月払い振込みへ変更することや、従来の視点そのものを、登録専門拠点に特化した上で、営業機能を一部地域で集約するなどの合理化を推し進めている。さらに、 2011年9月26日より、05例、IP 電話番号による、コールセンターを設け、登録済みキャストと支店との電話のやり取りを、仕事の紹介、案内に特化し、社会保険関連や、給与明細、厳選徴収票発行などの税務関係、証明書関係は、コールセンターが担当するという分業体制とした。そして、登録者が利用する、 キャスト式についても、給与の月払い制になったことなど、勤務システムの変更などによって、従来のシステムでは対応しきれなくなった部分も出てきたとして、2012年5月16日以降の勤務に関わる部分については、2012年5月15日の13時以降を、目処に新たにキャストポータルを開設し、勤務希望や、 勤怠報告をより詳細にする体制にすることを明らかにしている。これにより、ウェブ上で完結する部分が、キャストシティよりも拡張するとしている。AB 株式会社フルキャスト第24期決算、広告現在は、本社内に移転し、HR 創建時代の本社からは、拠点撤退行政処分に関する、お知らせ視点からのお知らせ、キャストシティより、 全指定に表示のラジオボタンをクリックの上参照。2011年2月4日閲覧。この中で、社会保険加入者を対象とした、東京都民銀行提供の、全球から、全キャストを対象とした桜情報システム提供の、即球に切り替えるという記述も見られる。即球サービス、フルキャスト内に、2011年3月末時点で、 月払い制に移行した拠点が表示されている。その他の拠点として、社会保険加入等で最初から月払いになっている、キャスト対象向けサービスという記述がある。2011年4月15日閲覧。その後、同年5月19日をもって、支店窓口での現金払いを全支店で取りやめ、月払いのみで、即給の利用ができないスタジアム事業部仙台支店を、 除く、全拠点に導入を完了させ、今後は、フルキャストアドバンスなどのグループ各社に拡張することが、記されている。2011年6月15日閲覧、コールセンター解説、フルキャストを参照。2012年5月10日閲覧、新規登録希望者については、Web 及び既存の登録専用フリーコールで、説明会申し込みを行い、 支店内視は登録センターに出向くという形がすでに取られている。AB キャストシティ及び同サイトのリンク先を参照。2012年5月10日閲覧。キャストシティリニューアルのお知らせを参照。2012年5月10日閲覧。ありがとうございます。